どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。軽さは正義っていう言葉があると思うんですけど、僕はその言葉をすごく大切にしています。なんでかっていうと、僕普段都内を歩き回ってます。はい、徘徊してるって、ただただ歩いてるわけじゃないんですけども、都内を歩いて、仕入れ先に挨拶しに行ったり、あとは都内を歩いて撮影をしたり、あとはスッキリ空間に行きたいなと思ってちょっと遠出したりします。で、その大体平均どれぐらい歩くかっていうと、8000歩から1万2000歩の間ですね。はい、なので、結構歩くんですで、その歩いた後は、ちょっとこうカフェで仕事したいなっていう感じでやってます。ってなってくると、そのパソコンを持ったり、あと今この撮影してるカメラを持ったりして歩くんですけど、その普通に8000歩、1万歩、1万2000歩歩くよりも、こうやって重い荷物を背負って歩くと3、4倍の疲れがドッとくるんです。めちゃくちゃ疲れます。なので、その状態でカフェに入ってなんか作業しようっていう気にもなれないんです。なので、大切なことがあるのに、やらなきゃいけないことがあるのに、ただやる気が起きないっていう状況になっちゃうんです。つまり、重い荷物を背負っていると、それだけですごいストレスがかかってるっていうふうに僕はすごい感じてるんです。なので、軽さは正義、重さはストレスっていうふうに僕の中では解釈というか、まあ実感をしています。なので、僕が普段持ち歩くものっていうのは、登山家の人と同じような感じで 1g でも軽く身軽にしていきたいなっていうのは日々考えてます。なんかもう、それを考えることが逆にもう楽しくなって、趣味みたいになってるんですけども、そんな感じでやってます。ではちょっとカンペ見させてもらいます。なので、環境デザインの一つとして、日々のその荷物を軽くすることっていうのを考えているわけなんですね。で、その僕のこのチャンネルでは、何回かカバンの中身を紹介、普段持ち歩いているものを紹介しますっていうふうにやってました。そう、2年前ぐらいからやってるんですけども、今思えば、いや、それでも十分改良の余地あるわって思うんですけど、まあそんな感じで、その改良を重ねながら、徐々に荷物はブラッシュアップできてるかなというふうに思います。で、今回はまたもうちょっとその前回と比べて、また中身とかいろいろ変わりましたので、今回はその現在ですね、現在の What's in my bag とか Everyday Carry っていうのをシェアしていきたいと思います。それでは早速中身を見ていくんですけども、その前に今使っているカバンの紹介ですね。まずこのカバンはですね、エースさんというところから出ているガジェタブルバックパックみたいな、そんな名前だったと思います。ちょっと詳しく忘れてしまったので、ここら辺に正式名称を貼っておくんですけども、はい、こちらです。これはビジネスシーンでも使えますし、私生活でも絶妙にマッチしてくれるっていう、めちゃくちゃ上品なデザインとなっております。なので、これすごく気に入ってます。で、この中にあるものを早速開けていくんですけど、まずこの一番上のところ、こういうちっちゃいスペースがあるんです。これぐらいのスペースがありまして、この中に、まず家の鍵が入ってます。ちょっと見えないように慎重に開けていくんですけど、はい、こんな感じになってます。これは単純にキーホルダーです。で、これはですね、ジムに入るときにこれをピッてタッチすると入れるっていう、まあそういうカードキーになっています。なので、まずこれが入っています。で、同じスペースに、このスマホですね、はい、このスマホもちょっと油が手汗がすごいですけど、はい、こちらのスマホも入ってます。で、こちらは以上です。はい、で、下の方、こちらにもスペースがあるんですけども、この中、はい、こんな感じでですね、はい、こちらの Wi-Fi、 どんな時も Wi-Fi が入ってます。はい、こちらも以上ですね。はい、で、続いて、こちらの層になっていくんですけど、こちらはですね、よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じになってます。あれ、入ってないじゃないですかっていうふうに思われると思うんですけど、ここにお財布が入ってます。で、このお財布はここからではなくて、またちょっと別のファスナーから開けていくんです。はい、でも本当、入ってないです。で、こちらにも入ってまして、こちらにはですね、よいしょ、はい、まず、AirPods が入ってます。で、あともう一つ、はい、リップクリーム入ってます。僕もうほんと唇がすぐにカサカサになっちゃうので、はい、これはもう大切なものです。で、
こちらはカメラの予備バッテリーです。今撮影している α6400 の予備バッテリー、こちらも1個積んでます。はい、であとは以上ですね。であとこの今スペースガラッと空いてるんですけども、今撮影している α6400 がスポッて入ります。もうそれぐらいこの今撮影しているカメラもすごい軽いので、そう、軽くてコンパクトなのでお気に入りです。前は α7-3 っていうやつ、 α7R2 っていうやつとか α7-3 っていうカメラを入れてたんですけども、やっぱでかいんですよ。そして重いんです。何が重いって、ボディは軽いんですけどレンズが重いんですよね。そうってことなので、今はこの α6400 に落ち着いていますという感じです。ちょっとすみません、マニアックなお話をしてしまいました。はい、で続いてこちら、横にもちょっとファスナーがありまして、でここからお財布がこんにちはということで出てくるわけですね。しかもこの今ちょっとでかいと思われるんですけども、まあ、このお財布はお金の家なので、ちょっとお金にゆったり過ごしてほしいなということで、こうちょっと大きめのやつ使ってるんですけども、そのお財布がなんとぴったり当てはまるサイズっていうのがまた感動してしまいまして、もう本当このカバン大好きなんですけども、はい、こんな感じで入れてます。でこの奥ですね、この奥になんか入れられるスペースがあるんですけど、あ、ちょっとボケてすいません。はい、こちらですね、なんかこうスペースがあるんですけども、ここのスペースにはなんか今入れようと思えば入れられるんですけども、はい、特に入れてはいないです。でそのさらに奥ですね、背中に近い部分、はい、こちらにもスペースがありまして、よいしょ、こんな感じでまた開くんですけども、こちらはですね、よいしょ、はい、こんな感じになってます。こんな感じ、こちらは iPad Pro、 前回紹介しましたけども iPad Pro が入ってます。でさらに奥、こちらにはそのキーボードですね、マジックキーボードっていうものが入ってます。でこれを使う前は MacBook Pro の13インチがこうズドーンって入ってたんですけど もうこれをこの iPad Pro とマジックキーボードにしてからは重さが約半分になりましたので、もう全然その歩いていて荷物の重さっていうのは軽く感じます。はい、ということで、あとはここのペン入ってるんですけども、なんかメモしたかったり、あと面トレするときなんかは面トレの音っていうのを持っていくんですけども、まあでもそれはたまに週1ぐらいのペースで持っていく感じなので、そうエブリデイキャリーには入れてないです。でもまあノートだったりなんかちょっと書きたいときもあるので、ここにペンを挟んでるっていう感じです。はい、これで中身は以上です。あ、全然忘れてました、こちらにもポケットがあったんです。でこの中にはカードケースが入ってます。で器はこういう感じ、ちょっとメーカー名に関しては画像差し込みでちょっと載せておきますけども、そうなんでかっていうと、ここにちょっとクレジットカードが普通にバーンとあってですね、個人情報ダダ漏れてしまうので、そうこんな感じですいません。で今こっちにはカードが2枚入っています。で裏にはですね、ちょっと銀行のこの楽天銀行のカードも入ってるっていう感じです。で保険証と免許証は持ち歩かないんですかっていうちょっと疑問に思った方いると思います。で僕も大丈夫かなと思って試しに、免許証と保険証を置いていったんです。そう、そしたらそのこの1ヶ月間保険証と免許証が必要になる期間っていうのが1回もなくてですね、あ、大丈夫なんだということで、僕はこのカードに、何でしょう、カード入れにカードだけ入れて持ち運んでるっていう感じです。そうで、ちなみにクレジットカード機能にパスモの機能も入ってますので、これでピッてやれば交通機関も利用できるっていう感じです。はい、なのでこれも入れてます。ということで、はい、こちらが今の What's in my bag ということになってます。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。そう、このセットアップでかなりストレスは軽くなりました。ただあとこの撮影しているカメラも付属というか持ち物に含まれていますので、もうちょっと荷物は重くなります。ただこのカメラをこの性能のままさらに軽くしようと思ったら今のところはもうないかなっていう感じなので、そう、今のところこの α6400 は本当に軽いと思います。そうなので、またしばらくこの状態で、歩き回りながらで、さらにこうもっと調べていく中で、あ、これいいなと思ったらそれを取り入れていきますし、どんどん自分のやり方だったりっていうのは壊しながら、そ
そう自分のやり方を疑いながらもっといいのがあるんじゃないかなみたいな探しながらもっとどんどんブラッシュアップをしていこうと思います。はい、でまたなんかこう荷物が8割方入れ替わったらですねまたシェアさせてもらいますのでその時は楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということでもし今回の動画を見てちょっとでも面白かったで参考になりましたと思っていただけた場合はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。この iPad Pro を使って仕事がしたい、このカメラを使って撮影がしたい、このカバンを背負って出かけたいっていう風に思えてるっていうのはすごく幸せだと思います。そう、もうこのもので何かをしたいっていう風に思えるっていうアイテム、それをこれからもちょっとずつ増やしていこうかなと思ってます。皆さんが持っているアイテムの中でこれを使ってこれをしたくなるんですよみたいなのがあったらコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい、皆さんの自慢のアイテム知りたいですね。